1982年2月7日午前9時半過ぎ、大阪市西成区の文化住宅、グリーンハウスの2階に住む無職の橋田忠明、当時47歳、が7人を死傷させる事件を起こした。覚醒剤使用者がいかに危険か、いかに関わってはいけないかを如実に教えてくれる事件である。犯人の橋田は、15歳で、先輩から覚醒剤を教えてもらい、この頃から恐喝、詐欺など思いつく限りの悪事を働き、警察から何度も補導されるどうしようもないクソだった。親が薬をやめるよう何度も説得したが、すでに薬中だった橋田が聞く耳を持っているはずもなく、18歳で実家を出て繁華街を転々としながら生活を続けていた。放浪生活中も当然のように犯罪行為を繰り返し、金はスリや空き巣で調達していた。そのうち5回逮捕され、3回は刑務所に入っている。そんな中、あるホステスさんと知り合って良い仲になり、同棲を経て結婚。ホステスさんが当時知っていたかはわからないが、橋田は覚醒剤だけはずっと続けていた。橋田は薬を買う金欲しさに妻に夜の店で働くことを強制、妻が嫌がると子供に危害を加えると脅したり、妻に暴力を振るって命令に従わせた。しかし妻の稼ぎだけではまだ足りない。橋田は自分の両親から金を奪い取ることを思いついた。実家へ行って両親に土下座し、二度と薬はやらん、これからは真面目に働く、などと言って両親を安心させ、続けて、それでな、実は結婚して子供ができたんやけど、なんやかやと金がかかるが都合してくれへん、と言って両親から金を引き出した。今まで何かとあったが、孫の顔が見れたことに喜ぶ両親は、橋田が改心したと勘違いし、頼まれるがまま貯金通帳や家の権利書などを渡してしまった。しかし両親の気持ちも平気で裏切る橋田は、勝手に家を売却し、それらの金をすべて覚醒剤につぎ込んだ。騙された。両親が橋田の本性に気づいた時にはすでにすべてを失っていた。自分の息子に騙され、財産のすべてを失った父親は絶望し、心と体を病んで入院。恨みと後悔の中、病院から出ることなくこの世を去った。自分の両親をも平気で裏切る中、妻とはまだ生活を続けていたが、長年続けていた覚醒剤の症状が末期になっており、幻覚や幻聴が頻繁に訪れるようになった。被害妄想も激しくなり、妻が浮気しているなどと思い込むようになり、刃物で妻を傷つけたこともあった。この時はなんとか一命を取り留めたが、妻の命を奪おうとした罪で橋田は懲役3年の実刑を食らっている。刑務所生活で覚醒剤もやめてくれると妻も子供も信じていたが、両親を騙して裏切るような橋田がやめるはずもなく、出所してから間もなく薬を再開した。橋田には禁断症状が次々に現れるようになり、妻のみならず全く関係ないアパートの住人にさえ、階段を上る足音や干した布団を叩く音など日常での音に対して、やつらは騒音を出してわしに嫌がらせをしとる、わしを追い出そうとしとる、などの被害妄想を抱くようになっていった。橋田はこんな調子なので仕事をしているはずもなく、生活費は月14万円の生活保護費と妻の収入のみ。橋田の自堕落っぷりにもう我慢の限界だった妻は、橋田との夫婦喧嘩が絶えず、アパートからは毎日怒号が飛び交っていた。アパートの住人も不安を感じており、また橋田が覚醒剤をやっているという情報もキャッチ。住人連盟で警察にも相談したが、ただの夫婦喧嘩で出動はできません。また何かあったら連絡してくださいと相手にしてもらえなかった。地獄のような日々に耐えかねて妻は自決未遂をしてしまう。幸か不幸か一命を取り留めてしまったため、その後は子供と一緒に宗教団体に入信。
もう妻が頼れるのは宗教しかなかったのである。そして2月7日午前9時半過ぎ、恐れていた事態がついに起こってしまう。きっかけは些細な口論だった。いつものように家で朝からダラダラしていると、妻が宗教の会合に出かけようとしていた。橋田が朝飯の用意ぐらいしていけと怒鳴ったが、妻は無視。激高した橋田は妻の手を掴んだが、やめてよこのぐうたらがと叫んで橋田の手を振り払った。仕事もせず家でダラダラしているだけの橋田に、この言葉は強烈に刺さったようで、橋田は我を忘れて怒り、台所に走って行って包丁を持って戻ってきた橋田は、妻をいきなり包丁で襲った。母親が襲われたのを見た息子は、何をするんだと橋田に向かって言った。橋田は息子でさえ切りつけて部屋から脱走。事件はここで終わらなかった。幻聴や幻覚でアパートの住人から嫌がらせを受けていると被害妄想に陥っていた橋田は、これを機にと復讐をすることを決意。隣の部屋に住んでいた夫婦を襲った。叫び声で気づいた他の部屋の住人が救急車呼んでと大声で叫んだ。すると橋田は奇声を上げて今度はこの住人に襲いかかった。急いで自分の部屋に帰ったが、ドアを閉める間もなく橋田が一緒に入ってきた。運悪くその部屋にはたまたま訪問者がおり、ドアの一番近くにいたため橋田に襲われてしまった。アパートの1階に降りていき、たまたまドアが開いた部屋の住人2人を襲った。これを最後に橋田は逃亡。わずか5分の凶行で4人が死亡し、3人が重軽傷を負う大惨事となった。その後橋田は路上をうろついていたところを警察に取り押さえられて逮捕される。取り調べに対し橋田は、近所の奴らは神経質な和紙に嫌がらせをするため毎日大きな音を立てるんです、死刑になってもいいから奴らを襲ってやろうと考えるようになった。女房の奴も宗教に凝って和紙をほったらかしにしていた。だから仕返ししてやろうと思っていたと述べた。橋田は毎日覚醒剤を 0.02g 注射しており、橋田の腕は異常に変色していたため最初に見た警察は驚いたという。裁判にて橋田忠明に対し、心神耗弱による法律上の減刑をした場合の最高刑の無期懲役の判決を言い渡した。いわゆる刑法39条のおかげである。ちなみに弁護側は心神喪失のため無罪を訴えていた。橋田の事件が起きた1980年代初頭は覚醒剤乱用期のピークにあたり、検挙される人間も2万5000人ほどいた。1981年に橋田と同じように覚醒剤常習者で無差別事件を起こした人間としてブリーフ姿で逮捕された写真で有名な川又軍司がいる。凶器も橋田と同じく包丁であった。覚醒剤常習者を野放しにすることは猛獣を野に放つことに等しい。裁判になっても心神耗弱で減刑というお決まりのパターンは現在でも続いている。状況を客観的に捉えると、覚醒剤の使用は犯罪者本人の精神的苦痛や社会的背景によって引き起こされることも多いため、犯罪者自身もまた犠牲者であるという側面も確かにある。もはやこのような事態を未然に防ぐためには、社会全体で薬物依存の問題に取り組み、適切な支援を提供することが重要であるとしか言いようがない。橋田はまだ存命なのだろうか。せいぜい自分が手にかけた人たちの怨念を幻聴や幻覚で見たり聞いたりしながら毎日苦しんでいてほしいものである。